それではですね、本日の素敵なゲストをご紹介いたします。2017年度ミスインターナショナル日本代表世界大会第5位、筒井夏希さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。わあ、もうなんか今日はありがとうございます。お忙しい中お越しいただきまして、とっても楽しみに今日のためにラジオを買いました。はい、あ、そうですか。はい、素晴らしいですね。あのラジオっていうのはどんなラジオなんですか？そうですね、あの私朝がちょっと起きられないので、目覚まし時計についているラジオで、あの時間になるとラジオがかかるというものを買いました。わ、素敵ですね。ありがとうございます。はい、さて、とても華やかな、ね、夏希さんに目の前に、ね、おかけいただいているんですけれども、まずあのミスインターナショナルっていうふうに、ね、ご紹介したので、はい、多分リスナーの方は、うん、どんな感じなんだろうって思ってると思うんですね。でミスコンってこういろんなたくさんいろいろなものがありますけれども、このミスインターナショナルに応募されたきっかけみたいなものはあるんですか？そうですね、あの私もともと児童養護施設で育ったんですけれども、まあ、その時からですね、もう子どもに関することに興味があって、はい、でフィリピンに行ってこうボランティア活動を子どもに対して行っていたんですよ。でその時こう私自身も何かそういう施設の子やフィリピンのスラムの子の元でなんかこう 目的になるような輝けるような存在になりたいと思って、私自身がまずは輝こうということで、はい、ミスインターナショナルに出場を決めました。素晴らしいですね。なんかその志みたいなところが終わりだったということですよね。はい、ではあの実際にそのミスインターナショナルに応募された後ですね、あのどんな感じだったんでしょうか？そうですね、あのミスインターナショナルというのがですね、日本大会を経てそこで日本代表になった後に世界大会に出るというステップを踏むんですけれども、あのまず日本大会に優勝しなければ世界大会には出れませんので、はい、フィリピンという場所で、あのミスコンの特訓を行いまして、その後に、日本代表となり、そして世界大会に出場しました。そうなん、あの特訓っておっしゃったんですけど、はい、どんなことをするんですか？そうですね、特訓はですね、あの本当にあのなんて言うでしょう、体育会系な感じで、例えば15センチのヒールを履いて、お尻を振りながら歩くダックウォークというものや、はい、もうあの外のですね、はい、むき出しのコンクリートのところで、こう一生懸命美しく歩くトレーニングをしたりなど、なるほど、割とそういった感じですね。あの下が硬いわけですよね。そこで歩くって結構難しいと思うんですけれども、はい、じゃあそのためにこうトレーニングもされるわけですよね。そうですね、あの本当に、まあ、体幹を鍛えないとフラフラしてしまうので、こう体幹を鍛えてまっすぐ美しく歩くというのを心がけてました。そうですか、はい、それでまあ、ね、実際に日本代表に選ばれたわけなんですけれども、はい、その時のご感想はいかがでしたか？あ、もう名前を呼ばれた瞬間はすごく嬉しかったですね。このためにも努力していたので、日本代表を目指していたというよりは、まあ、世界大会を目指して、あの日本大会に出たという感じですね。なるほど、はい、あ、じゃあミスインターナショナルに出ようと思ったきっかけもその世界大会があったからということなんですかね？そうですね、そうですか。で今度世界大会に出ましたということになると、やはり各国から、ね、あの素晴らしい方が集まってらっしゃると思うんですけれども、なんか気遅れとかはしないんですかね、そういう時って？そうですね、今回も80カ国ぐらいの世界の代表の方集まってきたんですけれども、あの本当にみんな友達のような感じで和気あいあいと過ごしてたんですね。そうなんですか。で元々ミスインターナショナルのその目的、開催の目的というのが、日本と世界の友好と親善を目的にしているので、こうね、やっぱりこうライバルですけれども、仲良く日本の文化を知ってもらって、日本を好きになってもらいたいなという気持ちで接してました。そうなんですね。あの日本人としていかがですか？こうやはりこう世界大会という場所に出られた時に、日本人ですよね、夏希さんは、そのなんか日本人としてのなんか良さとか、素晴らしさみたいなものは感じられましたか？そうですね、私が感じたことは、世界大会に今回300人の、あの応援団の方が来てくださったんですよ。でその方々がこう声を揃えてジャパンと応援してくださったので、そういったところでこの団体になった時の、
力の発揮、あ、これをですね、やはり日本人のパワーだなと思いました、はい、あ、なるほど。あ、それはやはりこう他の諸外国に比べてもやはり抜きん出ていた印象だったんですか。そうですね、まあ、他の方ももちろん応援とかは素晴らしいんですけれども、あの私の応援団の方皆さん同じうちわを持って応援に来てくださったりとかすごく息の揃った応援をしてくださって、心強いですよね、はい、もうリラックスして世界大会に臨めましたね、そうですか。で、ね、その後、まあ、その大会も終わってということなんですが、はい、こう何かこう変わったことってありましたか。そうですね、あのミスの期間中というのは、あの日本の文化をこう PR して、日本全国やあとまあ海外など回ってたんですけれども、はい、そこからですね、まあ、次の方に引き継ぐという形なので、まあ、ちょっと改めて自分の人生を考え直しましたね。あ、そうですか、はい、どんな風に考え直したんですか。そうですね、次はまあ何をやろうかなということなんですけれども、でも私は就職いたしまして、であのその会社もとてもいい会社だったんですが、はい、私の中でこう、まあ、まずは本当の幸せというものを手に入れるために何が必要なんだろうと考えたんですよ、そこでこう、まあ、結婚という二文字が上がってきて、なるほど、私自身がその児童養護施設で暮らしていたということがあったので、まあ、幸せなサザエさんのような家庭を作りたいなというのが、まあ、一つ目標としてあったの で、ね、まあ、婚活をしてましたね。あ、そうなんですね、はい、婚活といってもね、いろいろなことが考えられるんですが、どういうふうな活動だったんですか。私の場合はですね、あのマッチングアプリに登録して、そこで100人の方とお会いしたり、100人ですか。はい、あ、そうなんですね。あとはお見合いですとか、もう婚活に必要なあの、ま、手段と言われるものすべて試したんじゃないかなと思います、あ、そうなんですね。それで結果はどうだったんでしょうか。結果的にはですね、まあ、半年で約100人の方と、こうお休みの時期にお会いしまして、運命の方と出会うことができました。そうなんですね、はい、それがあの今のご主人様ということですよね、はい、でしかもあのご結婚なさってまだほやほやと言いますか。そうですね、結婚式が、あの先月行われまして、はい、そこで結婚式を行いました。あのご主人様と出会われた時はどうでしたか、そうですね、まあ、100人も会ってるので、まあ、だんだんなんかこう男性をですね、一目で結構見抜けるようになってくるんですよ。そういうものなんですか。そうなんです。何かこうポイントってあるんですか、こう見抜く時の。そうですね、まあ、見抜くというポイントでは私の好みかどうかっていうところが重要になってくると思うんですけど、あ、そうですね、あの、まあ、すごく心が優しいかとか、あと目の中にお星様があるかどうかとか、まあ、それ心のピュアさが目に現れるので、まあ、そういったところで判断してましたね。なるほど、なんかもうパッと会った瞬間に、はい、この方って分かるようになったわけですね。そうですか、うん、じゃあ今それでねすごくお幸せな時間過ごしてらっしゃると思うんですが、はい、何かそのノウハウを使って授業をされていらっしゃるそうですね。そうですね、あの、まあ、もともとその占いとかが好きではあったんですけれども、改めて運命学を勉強して、あの友達の悩み相談に乗っている間に占いが仕事になったという感じなんですね。そうなんですか。やっぱりこう私の友人もですね、いつ彼氏ができるかなとか、まあ、いついい人が現れて結婚できるかなとか、ね、私この仕事向いてるのかなとか、いろんな悩みの方いらっしゃるので、まあ、それをですね、まあ、こう統計学であったり、はい、まあ、いろんな占いの手段を、用いてこうアドバイスをするという、開運度アドバイザーの仕事を今しております。そうですか、はい、お客様はどんな方がこういらっしゃるんでしょう。そうですね、主に女性なんですけれども、まあ、同じこうミスコンに出ていた方ですとか、主婦の方ですとか、まあ、女性経営者の方ですとか、本当に多岐にわたるんですが、皆さんこう、ね、すごく元気に過ごしていても人に言えないことってありますよね。そうですね、なのでそういった方々のこう、お悩み自分でも気づかなかったりするので、まあ、それを一緒に解決していこうという形でお話ししてます。なるほど、それはあのマンツーマン1対1で聞いてくださるんですか。はい、そうですね、築地に個室のサロンをあの持っておりまして、そちらでお茶を飲みながらお話伺ってます。そうなんですね、なんかね、人に言えない悩みだったりこうそれを聞いてくださって、そしてこうしかもねこう統計学をもとにこう運命学をもとにアドバイスを、
なさっているということなんですね。そうですね。そうですか、はい、そしてあの、ね、幸せな、まあ、ご結婚もされているわけですから、そこの部分からのアドバイスもできるんですかね、はい、そうですね、まあ、本当に結婚生活ってこう、人それぞれだと思うので、あれなんですけれども、こう私自身もですね、この夫との関係でいろいろ学んできてはいますね、こう例えばどんなことですか？そうですね、昔の私ですと、まあ、ちょっとしたことで、あの相手のことを怒ったりとか、なんか思い通りにならないと、なんでこうなんだろうって思って喧嘩したりとかしてたんですけれども、やはり結婚となるとこう、ずっと添い遂げるパートナーになってくるので、なるほど、あの、別れるとか、そういうベクトルではなく、どうやったら今後も2人で、あの幸せになれるかという目的で、大事なことですね、話し合いになりましたね。そうなんですね。じゃあお家の中でこう話す時間っていうのは、たくさん取られているんでしょうか？そうですね、あの向き合うことを大切にしてます。あ、そうですか、あの夏希さんは今まで本当にね、さまざまなご経験をねなさっていらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういう中から リスナーの方に向けて何かこうメッセージというかアドバイスいただいてもよろしいでしょうか？はい、はい、そうですね、あの私から、まあ、ちょっとあの皆様へですね、あのプレゼントになるんですが、今私占いと並行して結婚相談所のカウンセリングもやっておりまして、無料カウンセリングを、あの今回ラジオをお聞きの皆様にですね、あのプレゼントさせていただければと思います。そうですか、あの今相手が欲しいわっていう方だったり、まあ、そうですね、無料でなんと聞いてくださる、もう無料で、はい、もう出会いがないんですとか、はい、いい方いませんかねという、まあ何でもいいんですけれども、結婚というものを目的にされている方に、あのぜひお話を、していただければと思います。素晴らしいプレゼントですね、これはどうやったらあの応募できますか？あのこちらに、あのリスナーの皆さんに、応募していただいて、で抽選で何人ということではなくて何人でもいいんですか？あ、そうですね、大丈夫です。そうですか、なので、番組宛て、または私のメールアドレスに、宛てに送っていただければと思います。わかりました、番組のメールアドレス申し上げます。 info@885fm.jp info@885fm.jp、ファクシミリの方は東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792。 そしてあの筒井夏希さんで検索したら、またウェブ上でも見られるわけですよね。あ、そうですね、では筒井夏希で検索をなさってみてください、さあそれではですね、 あっという間ですね、お時間が、また来週も出ていただけるということですので、このお話の続きを伺っていきたいと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございました。